うちはフラフターに厳しいです。では始めたいと思います、高知駅前旅広場にお越しの皆様こんにちは、本日はようこそ、お越しくださいました、私たちはですね高知の西の方にあります、坂本龍馬先生の生誕地があります上町というところからやってきました。上町よさこいナルコレンと申します。いやあのゴールデンウィークね、このさつき晴れの中気持ちいい中でね、よさこいができて本当に光栄です。今年第71回よさこい祭りがいよいよですねこれから、8月に向けていろいろな準備がされているところではございますが、私たちもですねこのゴールデンウィーク子どもたちにとっても今日はですね5月5日子どもの日です。子どもの日ということでね子どもの演舞を、楽しんでいっていただきたいと思いますので、どうかお気長でよろしくお願いいたします。Yes, sir!
踊らさせて演舞させていただいたのはですね、2023年の青春という、テーマの、演舞でした。私たちはですね、小学校4年生から中学校3年生までの踊り子で構成しているんですが、毎年毎年一から募集をして8月のうさこいに向けて頑張っているところです。今年もですね、新しい踊り子さんをたくさん、募集しておりますが、また踊りたいなっていう子はですね、ぜひ中島に来ていただきたいなというふうに思っております。中3までということで、中学3年で終わりになるんですね。で、終わったらですね、次のチームとかですね、あの大人のチームに仲間入りということで、していただきます。今日はですね、青春、去年の8月によさこいを踊って、いろんな各地でいろんな場所でこの青春というのを披露させていただきました。今日は実はラスト演舞になります。いよいよ次で、ね、最後になるんですが、最後の迎えにあたってですね、今年今中3までと言いましたけど、実はこの5月の今の時点で高校生がおります。この時期だけなんですけどね、高校生手挙げて、高校生手挙げて、はい、1、2、3、4人、はい、今日この演舞をもってこの子たちは卒業になります。ね、新しいステージでね、頑張ってよ、ね、頑張ってね。もういよいよ最後で、最後でこの俺が踊るの最後やきね、しっかり踊りよ、ね、みんな、ね、泣きながらも踊ってますけど、しっかりと目に焼き付けて、楽しんでいただきたいなと思いますので、もう一回元気に踊りたいと思います。大きな声でよろしくお願いいたします。踊り子さん準備良いですか？高校生元気だぜということで、踊るぜ踊るぜよ、ミュージックカモン。神町みんなの色する人影、
業するみんな頑張れ。これからのみたいに大きな幸がありますように。はい、ありがとうございました。神田千代さんのなるまれんでした。また夏に会いましょう。今日でも最後ラスト演舞に来てくれたこの4人にね、大きな拍手を送りたいと思います。ね、一番長いのはね、ヒコか。カナトもね、本当に長いことやってくれました。本当にありがとう。あの貝町を支えてくれたし、みんなを引っ張ってくれたの。はい。ありがとう。また見てよ。また見てよ。ありがとう。ナイスなタイミング、ありがとう。よし。でもね、こうやっていろんなところで演舞して見てもらえたことは本当に良かったと思うし、自分らのこれからの成長には必ず役立つと思うしね。で、次のチームで活躍してください。活躍する姿を楽しみにしてるんで ね、あのこれをこの姿をみんな見るとまたこうハイララが頑張っていくと思います。また新しいチームに負けんように僕らも頑張りますのでね。はい、ね、一言ずつもらおうかよ、いいんやけど。じゃあ、ケンちゃん、俺はちょっと、まあ、この2年前のチームからここのコロナがあってこのチームに来て、まあ、2年間っていう、まあ、短い間だったんですけど、すごく、まあ、中学生から高校生っていうこの濃い時間の中でこの蟹町のチームとして折れたことは、すごく俺自身も幸せだったし、まあ、いろんな友達とも会えてこの蟹町に終えたことが一応宝物になりました。皆さん、皆さんありがとうございました。まあ、この6年間、まあ、さまざまな人と、まあ、出会って、やっぱり、まあ、これの一個前も違うチームで踊ったけど、やっぱりここの蟹町よさこいの6年が一番思い出に濃いチームだし、やっぱり一番長く踊ったっていうこともあったし、まあ、本当に楽しい人生を送れたし、もう本当最高のチームに出会えたなと思ってます。もう本当にありがとうございました。2年間の少ない間やったけど、一人一人みんなと話して仲良くなったり
ークで踊りに来るので、ぜひあのみんな卒業したら来てほしいです。で、みんなのこともちゃんと見に行き、覚えてみてほしいです。ありがとうございました。6年間開幕で踊れて、なんかもう今年はやっぱりこのメンバーというか、みんなすごい仲良くなれたなって思って、すごいニコちゃんって声かけてくれたりとか、いっぱい写真撮ろうって言ってくれたりとか、なんか本当に濃い1年やったなと思うし、なんかもうみんなと踊れて、もう今までで一番青春してたなって思います。本当にありがとうございました。はい、ありがとう。本当にね、よく頑張ってくれました。またこれからね、外からまた彼女応援してくれると思うので、みんな頑張ってくださいね。はい、まだ踊り子の募集はしております。またお声掛けもね、して、お友達を増やしていきましょう。はい、今年の予算ですけど、お来てください。頑張って。まあちょっとね、大きめの以上まで来てね。今年は、僕ね、毎年ね、今年が一番やった。ありがとうございます。今一度、大きな拍手を。はい、私たちもね、今年のよさこい、僕も毎年ね、今年が一番やと思って作ってます。だからこの青春は青春で、僕の中でもものすごく思い入れがあって、すごく最後までもっと楽しくできてよかったなと思います。でも今年のよさこに負けないぐらい新しいよさこをやっていきますので、また楽しみにね、応援してくださいね。みんな頑張ってもね、よろしくお願いします。ということで、これで卒業式終わりたいと思います。はい、そしたら皆さんでご挨拶して終わりましょう。皆さんありがとうございました。また新しいお酒でやりましょう。もしかしたら、もし入ったらアンコールということで、もう一回案内するかもしれないので、よろしくお願いします。はい、以上です。終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。お土産もらってね。はい。お土産もらって買ってください。みんなで写真撮ろう。みんなで写真撮ろう。前で行こう。前で。真っ黒じゃないね。行こう行こう。
さくさん。知ってるのに、痛くないわ。卒業生にね、さっきの写真をね、チェックしてるんですけど4人、5人、卒業生にね、はい、チーズ。オッケー。